これは家族連れの観光客が偶然撮影した映像です。海で数人が溺れていると思い救急車を呼んで駆けつけたところ、なんとシンクロナイズドスイミングの練習だったということです。それだけではニュースにならないような映像なんですが、このシンクロをしていたのがなんと男子高校生なんです。奴らに何やらせたってダメだよ、ダメ。どんなことでもします。どんな練習にも耐えます。このままじゃ俺情けなくて。水中で自在に動くなるってことはそんなに簡単なことじゃないんだ。文化祭なんかやんの？見に行ってもいい？お前が一番シンクロ恥ずかしいと思ってんだろ。違うか？